代表作、スパイラルジェキー。ユタ州のグレートサルトコで6500トンの岩、土砂、塩を使い作られたロバート・スミッソン。ロバート・スミッソン、1938年1月2日から1973年7月20日は、アメリカ合衆国ニュージャージー州、パサイク生まれの現代美術家。ランドアートと呼ばれる美術の潮流に関わり重要な作品を残した。スミソンは、 ニューヨークのアートスチューデンツリーグで絵画と素描を学んだ。彼が最初に発表した作品群はビーフケーキマガジンのホモエロティックなイラストや写真、SF 雑誌のイラスト、初期のポップアートなどに強い影響を受けたコラージュであった。当初彼は自らを画家であるとしていたが、3年間の活動休止の後、1964年にミニマルアートの機種として、 美術界で頭角を表した。活動再開後のスミッソンの作品群は、初期の作品に共通して見られた肉体への関心を放棄しており、その代わりにガラス板やネオン管を使い、光の反射や鏡像などを追求していた。イナンティアモーフィック・チャンバーズなどは、その代表作である。スミッソンの主な関心事は、結晶の構造やエントロピーの概念へと変わり、荒ガみなど、 この時期の作品にその影響が伺える。スミッソンはミニマリストとされる美術家やプライマリーストラクチャーズの運動に関わっている美術家たち、例えば後に妻となるナンシー・ホルト、ドナルド・ジャッド、ロバート・モリス、ソル・ルイ・トラとの信仰を深めた。また彼は評論家としてアルゴリズムなどを芸術に適用することに関心を持ち、そうした内容の評論や批評を アーツマガジン誌やアートフォーラム誌に寄稿し、この時期には作家としてよりも評論家としての知名度を高めた。彼は評論内で18世紀から19世紀にかけての造園設計などのランドスケープアーキテクトについても振り返っており、これは後の彼自身の作品に重要な影響を与えている。この時期、スミッソンは美術賞バージニア・ドゥ・ワンが経営する ドゥアンギャラリーと契約した。イゴドゥアンは、スミッソンの制作の熱心な講演者となった。1967年、スミッソンは、ニュージャージー州の工業地帯の探索を開始し、掘り出された何トンもの土や岩を、ダンプトラックが運んでいく光景に見せられ、これと古代の記念碑とを等しく見なすような小論を、書いている。ここからスミッソンは、特定の場所から持ってきた土砂や岩を、 ギャラリーの中に彫刻として置き、時として鏡やガラスを加えるインスタレーション、ノンサイツのシリーズを開始した。1968年9月には、小論、精神の沈黙、アースプロジェクトをアートフォーラムに発表して、ランドアートの最初の世代の芸術家たちの活動紹介を行い、1969年にはアースワークス作品の制作に取り掛かった。 作品のみならず、スミッソンは多数の理論や批評を残した。a イヒープ・オブ・ランゲージは、市場の作品で言語の物質性を見せようと模索した。論文、インシデンツ・オブ・ミラー、トラベル・イン・ザ・ユカタンでは、ユカタン半島周辺を移動しながら、特定の位置に鏡による作品を一時設置していった、旅の記録である。気候文であり、批評に関する、半数的思考でもある。 この文はスミッソンが作品のようとして一時的なもの、一時的にしか存在しないということに関心を持っていたことを浮かび上がらせる。スミッソンの一時的な物事に対する関心はピクチュアレスクという理念を振り返る評論を通して深められた。1973年に執筆されたフレデリック・ロー・オールムステッドと 弁償法的風景はホイットニー美術館で開催されたセントラルパークの設計者フレデリック・ロー・ウォルムステッドについての展覧会フレデリック・ロー・ウォルムステッドのニューヨークを見て書かれた評論でこの展覧会を19世紀後半のセントラルパーク設計に関する文化的一時的コンテクストと見たスミッソンはセントラルパーク予定地の古写真を検討し 1970年代のニューヨーカーにとっては本能的に明白な複雑で自然なセントラルパークのランドスケープをオルムステッドが作る前に存在した人々にとっては価値がないと見られていた荒れた風景を再発見した。スミッソンは広く普及しているセントラルパークの理念に対しこれをニューヨーク市街の常に変貌している風景の中で 変化に乏しく性的な関係しか持たない、ランドスケープアーキテクチャーにおける19世紀の時代遅れなピクチャレスクの美学と述べて、これに挑んだ。スミッソンは18世紀から19世紀のピクチャレスクに関する書物を読み、サイトスペシフィシティの問題、弁償法的風景の層としての人間による介入、経験に基づく多様性、ピクチャレスクな風景に明白に見られる。 デフォルメの価値観などを論じた。さらにスミッソンはこの論考の中でピクチャレスクなものを区別するのはそれが実際の土地に基づくものであると述べた。スミッソンは公園は物理的な地域に存在する進行中の関わりの過程として存在することを述べ、セントラルパークにが1970年代までの間にオルムステッドの設計よりも風化し植物が大きくなり、 人間の活動による新しい介入の層が重なる風景になったことに興味を示している。スミッソンは放置され、荒らされた風景に美は見出さないが、これを人間と風景の間で絶えず変化する関係を示すものとしてみた。彼はセントラルパークの池をさらうというプロセスアートの提案により、公園の動的な変化の中に自分自身を挿入することを目指した。彼は、 ピクチュアレスクな風景の中にある、反美学的で動的な関係の範囲の中の、奇形で醜悪なものに特に見せられた。彼は、アースアートにとって、最適の場所は、産業や配慮のない都市化や、自然自らによる破壊によって混乱している場所である、と述べている。18世紀における、田園的や、通行の、特徴付けでは、地面の傷のようなものは鳴らされてしまい、 より美学的に心地よい地形に変えられてしまうだろうが、スミッソンの場合は、こうしたデフォルメのようなものが、風景の視覚的な側面になる必要はないことになる。彼にとっては、自然にできたかまたは、人間が作った一時的な傷の方がより重要ということになり、オルムステッドの公園設計もこの地に介入した、人間活動の一部ということになる。 オルムステッドが自作に取り入れた18世紀、19世紀のピクチュアレスクの議論を再び読むことで、スミッソンは、反美学的、半形式主義的な理論の流れを露呈させ、ピクチュアレスクの理論的枠組みが、物理的な風景と、その一時的な文脈との間の弁償法であることを示し、これらの再解読と再評価で、セントラルパークに、近代美術及びランドスケープアーキテクチャーとしての、 重要性を意味付けられるとしている。スミッソンや他のアースワークの芸術家に対する公平のごとく土地を切ったり掘ったりしているという批判に対し、彼はそうした意見は土地に対する直接の有機的操作の可能性を無視していると攻撃し、我々の風景の中にある矛盾に背を向けると述べている。その他の論文では、スミスソンは美術作品とその環境の関係を探り、サイトと ノンサイトの概念を導き出した。サイトは特定の野外の場所に置かれた作品で、ノンサイトは美術館やギャラリーなど、置ける場所ならどこにでも置ける作品を指す。スミッソンの代表作、スパイラルジェティは、サイトの作品の代表例で、一方スミッソンには特定の場所を写した写真や、地図などからなるノンサイトの作品もあり、しばしば元あった場所から移動させたものとともに、展示された。 1970年に制作されたスパイラルジェティは、ユタ州のグレートソレトコにある長さ1500フィートの土砂、岩石、塩でできた長い突堤で、先端が渦巻き状になっている。制作年の湖の水位が非常に低かったため、湖の水面が元通りに上昇する年には完全に水没する。1973年7月20日、スミッソンは、 テキサス州でのプロジェクト、アンリロランプの予定地を調査していた時に飛行機の墜落で死亡した。彼の早すぎる死や残る作品の少なさにもかかわらず、スミッソンの作品は現在も高く評価されている。ありがとうございます。